けたいんですけど、すごくすごく可愛いお洋服なんです、こちら。ちょっと大きめ、割と。そう、これ普段さ、こういう柄あんま着ないから、チェック。あんま着ないの。みさきちゃんに着させたい。いいね、カルシャツ。髪型も洋服にぴったり。今日頑張ってきたよ、ひやのちゃん。オンライン、間違えたわ。オープンスクール。頑張ってスピーチしてきました。でもなんか割と早口になっちゃったなと思った。割と早口になっちゃったんだけど、オープンスクール頑張ってきた。そしたらさ、帰ってきてさ、インスタのさインスタのさ、なんだっけ、インスタの DM 見たらさ、5人くらい今日のスピーチ聞きました、可愛かったですみたいな DM 来てた本当かいなと思ったわ。マスクしてましたけども本当かいなと思いながら、マスクしてたのに可愛いか分かったのかなマスクしてたのに。絶対嘘やんと思ったけど、あとなんかいろいろ質問来てたけど答えられないからちょっと申し訳ない。壇上で発表するのでもマスクだった、うん、マスクだった。こういう時どうしましたかとか、入試はどれを専攻しましたかとか、面接何が聞かれましたかみたいな聞かれてたけど、答えられないから申し訳ねえなと思ったこんばんは、こんばんは。あー確かにストーリーでまたやって、確かに。でもさ、めっちゃ指針じゃないそれってめっちゃ指針じゃないですか。そんなことない？学校の面接何聞かれたかとかさ、多分答えるさ答える人見たことある見たことある。そんなの、いや、8のオーディションでさ何聞かれましたかとかならさ分かるけども、学校の面接何聞かれましたかってやばくね何聞かれたかな。あのでもなんか、この仕事を したきっかけは何ですかとかは割と聞かれたとか、憧れの人は何ですかとか、あと最近気になるニュース。でもさ、憧れの人は何ですかってさ聞かれた時すごい意味わかんない返ししちゃったんだよね今でも覚えているんだけどさ、なんか憧れの人は何です、誰ですかって聞かれて、自分ですって言ったらね、超真顔で自分ですって言って、あ、それは何でですかって言われたから、あの、常に最高の自分でいることが私の憧れだからですみたいなすごい、もう天文学みたいな、天文学みたいなさこと言っちゃったんだよね本当に意味わかんないこと言いましたよ。ちゃんと意味わかんないから、常に最高の自分でいることが私の憧れだからです意味わかんない本当。そう、私は、ね、面接と数学国語英語かなのテストでした。でも数学のテストほぼ寝てたしほぼ寝てたし、国語なんて文章読んで、こんな文章あったのおもろいなと思ってたらいつの間にか時間過ぎちゃったし英語とかわかんなすぎてローマ字で書いてるから、あの全て
なんで受かったと思う？可愛いからかな。クラスの、そクラスの紹介とかもしました。今日しました。こんな雰囲気ですとかしたんだけど、おもろかったな。本当今日本当は挨拶だけの予定だったんですね。挨拶だけの予定だったんですけど、なんかオープンスクールってなんていうのかな、出席カードみたいなやつをその生徒の人が書いて、それをなんていうのかな、回収するのね。回収するの、在校生が。それ本当は1年生の担当だったんだけど、なんか1年生の動きがすごく遅かったんですね。先生がさ、私ともう一人 D 組の人のところに来て、おい平野、なんとかちょっと回収してこいって言われて、了解ですって、髪まだある人いますかって回りました。D 組、そう D 組の紹介をね、すごく真面目にこなしました。でもさ、なんか挨拶始まるのが10時半からだったんだけど、10時に体育館集合って言われて、10時に行って、その先生のね、前のなんか先生の、こんなそのこの本校ではこのようなことを取り組めていますみたいな、すごく難しい言葉を、すごく難しいやつを、言葉をひたすら並べてる先生たちの話を聞きながら、なんかこんな風に難しいことばっかり言ってるけど、実際そんな難しくねえんだよなみたいな。なんでこんな、本校は偏差値60以上を目標とし、在校生徒のほとんどは偏差値65を超えるみたいなことを話してんだけど、えっみたいな。そうなの、60以上、65とか初めて聞いたんだけどと思いながら。初めて聞いたんだけどと思いながらちょっと笑ってましたね。絶対さ、絶対オープンスクールに来た人たち眠いやろうなと思いながら、眠いでしょと思って、いやでもオープンスクールで寝た記憶あるもん。寝ちゃった記憶あるよ。で D 組はそういう勉強のクラスじゃないんですよ。D 組は勉強クラスじゃないの。もう否定しようかと思った。65とか嘘です、私そんなありませんっつって。絶対眠いでしょと思いながら聞いてました。でも今日ね、もっといいことしたんだ。なんか隣に座ってたお母さんが、なんていうのかな、お耳が、なんていうのかな、お耳がちょっと、なんていうのかな、補聴器合ってるかな、補聴器をつけてた方で、プリントをばらまいちゃったんですよ。その、落としちゃって、全力でプリント拾いました。全力でプリントを拾いましたね。全力でプリントを拾ってお渡ししました。もう俊敏に3秒以内に拾いました。うん、なんか今日ね、オープンスクールとか部活紹介とかいろいろやってたよ。部活紹介とか帰宅部の紹介しようかと思った。帰宅部部長の奥本です。帰宅部はみたいな。しようかと思った。あとやっぱメロンパンはね、ちょっとおすすめ。いや思ったの、なんか挨拶の時に、なんか購買、私が一番美味しいと思ってる購買のメニューとして、そのメロンパンですって言おうとしたんだけどさ、その1年生の方々がその入学した時に、そのメロンパン美味しいんだってってさ、買っちゃったら平野が買えなくなるじゃんか。だからやめた。だからやめたの。美味しいんだってこのメロンパンって言って買っちゃったら、部屋が絶対買えなくなっちゃう。1年生が教室一番近いから。そう。
だから言うのやめました。他のやつおすすめすればよかったな。ダーチチーズパンとか。ダーチチーズパンでちゅー。メロンパンはあまり美味しくありません。確かにメロンパンはあまり美味しくありませんが、ダーチチーズパンは世界一ですっつってな。やっぱカレーパンも美味しいね。美味しい美味しい。カレーパンも美味しいよ。だから明日は学校休みなんです。なんか月曜日って割と休みなんですよね、部屋の学校。なんか多分学校くんなスタンスで、うちの学校が、学校自体がね、学校くんなスタンスだから、うん、何かと休みになるよね。何かと休みになります。お、遠藤さんハートありがとうございます。ハートありがとう。ドッキュンドッキュン。なんかね、普通さ、高校が休みになるのってあれじゃないですか、空港じゃないわ、情報違う、なんだっけ待って、警報がさ出た時やんか。しかも普通の学校だったら警報がなんか7時の時点で2個ついてたら学校、家待機で、10時までにその警報が2個消えたら学校に登校、10時までで消えなかったら休みになるみたいな方式だと思うんですけど、私の学校って1個でも警報出たら6時の時点で1個でも警報出てたら秒で休みになります。だから多分学校自体がもう学校くんなスタンスなの本当に。そうのの天使の人が厚いに対してるのかわいいですね。あ、じゃあ天使の人が全然考えてなかったけど、さっき755のコメントで天使の日って知ったから、あ、ちょうどいいやんと思いました。休校なんだけどマジで言うの割と超なるよ、割とめちゃめちゃなりますね。太陽来てるの？ No、 来てない。明日は昼まで寝るの？明日はね、針に行きます。針をぶっ刺して顔面にで、ちっちゃくして、でママとランチに行きます。だから小顔になってくる。針とお灸を顔面にぶっ刺していきます。天使っぽい一言ください。天使っぽい一言ください。天使っぽい一言。迎えに来たよ。天使っぽいでしょ今の。迎えに来たよ言うて。十分ここで過去行きよう。やだー、本当です。違った、こっちこういうことでしょ、迎えに来たよってことですよ。一緒に天学行こう。え、俺らもう行くの？そうだよ、まだ生きてたい。マジで、マジ、せっかく迎えに来たのに。悪魔っぽい人かとか。君こっち。君こっち、あっち天国、君こっち。こんな感じかな、悪魔は。なんだと今、あ、会う日まで生きててね、じゃあ。なんだ、そういえばメイドカフェ行くって、行ったよ。楽しかったです。また行きたいな、なんかね、オムライスが硬かった。なんか、お絵描きがしやすいようにオムライスが硬くなってた。ナイス悪魔、 Thank you。 でもさ、なんかさ、なんか天使ってさ、なんか夜不安なイメージじゃないですか。でも本当の天使って、なんか海外とかの天使のイメージって、なんかすごい、なんか TikTok で見たんだけど、なんかすごいさ、グロかったんだよね。グロかったんだよね、本物の天使って。
だからさ、あ、悪魔ってさあれでしょ、コウモリみたいな感じでしょ。ってことは悪魔の方がなんか可愛いのかなと思ったり思わなかったり、どうなの、なんかね目が一つで羽がボッサボサボッサボサな感じだった。見たことある、そういう画像。天使と悪魔は実は近い存在だからな。難しいことはよくわかんないから、ひなめろだから、ひなめろは難しいことわかんないの。ひなめろは難しいことはわからないよ。花には悪魔コス天使コス、さあどうでしょう。忘れました忘れました。どっちかじゃないかもしれない。なんで悪魔コスか天使コス限りやねん、限りやねん。メイド検査でスカウトされたかけたとか、あ、メイドさんですかって言われたね、入るときに。だから違いますって言った違います。あとこの人似てるねってそのお客さんに言われて、あ、ツイッターバレたかなと思ったら全然ちゃう、全然知らん人やった。思い出深いね。幼稚園で親にはやりません、やりませんまあ機会があればね、なんか機会があればまた、いやしないよ、いやしない。ハロウィンは、ハロウィンしないよ。してほしいの、あ、してほしいんですか、してほしいの。みんなどうしようかな。メイドのコスプレで嫌です、嫌です。誰に似てるって言われたの、わかんないんだよね、誰かわからん。ひなめちゃん優しいからやってくれます、してほしいの。そうなの、どうしようかな、どうしようかな。そういえばひなが髪切ったの見ました、見た見た見た、バッサリ切ってた。多分ひなの方が長いんじゃないかな今、うえー、髪の長さ勝ったもうすぐハロウィンだよ、そしてもうすぐクリスマスだよ、そしてもうすぐお正月だよ。あっという間だね、あっという間だ。だってハッピーハロウィン、いたずらしちゃドリンゴも、そしてお正月過ぎたら春、そう春です、2021春といえばヒロアカの第5期が始まります。キャー、楽しみだ、楽しみだ、楽しみにだ。そしてこさ、高3だよ、高3、高3ですよ皆さん、高3といえば、そう高3といえば18歳といえば成人式です。バレンタイン忘れた、バレンタイン関係ないもん、だってあ、でも関係あるわ、バレンタイン今年はね、あの駅に立って配るからチョコ女神になるから。バレンタイン頑張って受験勉強、それな、受験勉強頑張ります、駅で配る。ハッピーバレンタイン、ハッピーメリークリスマス、こんばんは、こんばんは。車の免許も取れる、取らなきゃ、もう秒で取るから、やの秒で取ります。車の免許早く取って、取って、みんなを助手席に乗せる、みんなのこと一人ずつ助手席に乗せるから覚悟しといて、決意固めといてね決意固めといて、覚悟を決めといてね、やの助手席に乗るっていう怖い、怖いとか言うなし、覚悟決めといて、乗る人はヘルメット、保険入っとく、あ、保険入っといて。興奮と叫びすぎる、なんでやねん、イケアトップ数出せそう、任して、マリカ得意やから、
結構ね、あ、なんていうのかな、結構甲羅とか前の車に当てれるから渋滞とか引っかかんないと思うよ。得意だから。バナナとかのね当て方もうまいから、もうあの後ろに、その後ろにクッパいるなと思ったらバナナピューン、クッパボーンみたいな。ちなみにヒアノがよく使うキャラクターはルイージですね紫のやつです。私がよく使うキャラクターはルイージです。ルイージに乗ってクッパを飛ばします。ピョン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 。他の車が赤いコーラ持ってるから、やべえやべえ、それはやべえよ任せて。だから部屋の助手席に乗る人はなんと渋滞でイライラすることもなく進めます。でもさ、新車買ったらさ、いや絶対人乗せたくないな絶対人乗せたくないんだけど、車新車買ったら。だってさ、新車だぜ、汚されてみ、それ、そこでお菓子とか食べられてみ、やばくない、もうやばくない、もう無理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 やだよそんなの。だから絶対乗せないと思う、人のこと。だって靴にさ土とかついててみ、シートに土落ちるんやで、やばない、やばない、それってすごいやばいことだよ。乗りたい車あるの？うん、あるよ。家族もダメなの？ダメコート席でポッキーとか食べ出したら、ポッキーとかめっちゃパラパラ落ちるやん、なんでやねんだからヒアノの車乗るときはもう荷物検査するよ荷物検査します。ミスターだな、ミスター、ミスターか、ミスターも清潔感あるからな。びっくりした、今虫通ったかと思った。だから荷物検査して乗せるわ飲み物もおかしい。あ、待って、めっちゃしめた、めっちゃしめた、いてててて。なんかさ、まあ任せあって。そもそもヒアロの車乗りたいって人多分いないと思うから。だってチャリでさえ乗りたくないんだよみんな、ヒアロの後ろ。二ケツすると、間違えた、二ケツしたことないです、間違えましたしたことないです、間違えましたニケツはね、そういけないことだから、ニケツしたらダメだからね、したことないよ、大丈夫したことないです、はい、以上です。何も聞いていません。そうです、何も言っていません。ニケツ何それ、知らないです。ひなめら、難しいことはわからないか。そう、庭でね、庭でね。あ、50ロープだって教えてくれてありがとうございますということでね、そろそろねランキング発表をねしたいとね思うんだけどね、今日はメイクしてたからさ、いっぱい TikTok 撮ってよ。ちなみに TikTok1 個インスタあげたのでね、ぜひね、あのね、まだ見てないよって方はね、ぜひね見てくださって嬉しい。たくさんね TikTok 撮ったからね、ちょくちょくね上げていこうと思うよ。ということで、そろそろランキング発表の方をしたいと思います。いきます。
10歳などありがとうございます。12位梅子部長さんありがとうございます。11位キラキラボスさんありがとうございます。10位カイスさんありがとうございます。9位マコッチョさんありがとうございます。8位ジョークスノーさんありがとうございます。7位モモトレタバゾさんありがとうございます。6位エノさんありがとうございます。5位ベベモンさんありがとうございます。4位クマシロさんありがとうございます。3位ハウさんありがとうございます。2位クマシ、2位クラカケンシロさんありがとうございます。そして1位はドド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 ドケンオッパチさんありがとうございます。今日の1位はケンオッパチさんでした。ありがとうございます。フォッ、キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとちょっと奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました16歳、なんなんこと奥もっとです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということで皆様本日も見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますのでぜひ見てください。もう明日はね顔がなくなってるからちっちゃすぎて顔がどこみたいな、えどこ首しか見えんへんやみたいな感じになってると思いますのでぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、ドロ。アデュー。バイバーイ。ああとねもしかしたらモバベに私のねまあ3歳の時の七五三のあの天使の格好したあの超可愛い天使の画像をね送ろうかなと思っていますのでぜひご覧ください。それではありがとうございました。バイバーイ。